皆さんこんにちは、ジンです。こんばんは、ジェイちゃんです。はい、誕生日のライブです。皆さんありがとうございます。ジンが、YouTube やって6年目に入るのかな、38歳になります。わお。まあ世間的にはなんか誕生日っていう雰囲気にはなったりはするけどその代わりに家族と美味しいご飯食べたので、はいはい、まあ1日早いんですけど、はい、明日がね本祭ですね。はい、皆さんありがとうございます。本当にプレゼントだもん。チコに、うん、プレゼントでいそ、もう今持ってる。ぴょぴょ、やっぱ今150人の前で話をしてるよ。失礼だから私ちょっと喋っていいですか。遮ったプレゼントありがとうございます。読まないとね。ありがとうございます。皆さんすいません、うちの娘がちょっとブレーすぎてごめんなさい。ひらがなは書いてないけど。あー、ありがとうございます。これ何ですか。わあ、これ見てください。これ写したらいいのかな。ぴょぴょぎが今日書いてくれたものです。あ、それが海、小さく見える海ね。地球だって。あ、本当、うん、もう本当にこういう星を理解してんの、すごい。最近ちょっと誕生日っていうことにもともと興味なかったんですよ。あとうちのお母さんとかはケーキは買ってくれなかったしまあ理由としてはなんかもっともらしい理由とかはつけたけど、結局お金がないから多分ケーキとかなんかあるじゃないですか。そういう、でもうちも買ってくれなかった、うん、でお姉さんは買ってくれたけどそれはショック、ね、そうだから多分1年で長女だけをちょっとこう誕生日ケーキを買ってくれたりとか、まあ、代表として。で私多分ケーキを食べれるようになったのが本当に日本に来て友達が買ってくれたのが、まあすごい記憶に残るのと、あとジェイちゃんとね結婚してからはちょっとケーキ食べたりするのもあって。私はちょっと、私も小さい頃はあんまり祝ってもらえてなくて、それでちょっとそういう欲求があります、うん、自分では買ったことないけど、さすがになんか嬉しいじゃん。うん、そうですね、うん、結構自分自身に厳しい人ではないんだけど、なんかあんまりなんかね、まあ嬉しいけど、まあ、それ以上は特にない、まあ、明日のことを準備するみたいな日として生きてたけど、うんうん、そうそう、ちょっとそういうのも味わうのもいいのかな、うん、ロマンチストじゃないですか、こうそういうのって。でも韓国の男性大体ちょっと淡白だよね、自分の誕生日に対して。いやいや、みんな期待してる。違う、違う、大騒ぎしてる。少なくとも朝わかめスープは期待しているので、うん、もし立韓カップルの方、あ、私、いやいや、ジェイちゃんに言ってるわけじゃないですよ。明日の朝ごはん別に作ってって意味じゃないけど。でも私毎年やってたじゃん。あ、そう、去年もなんか飲んだような気がします。結構ね、私も朝早いんですよ、会社行かなきゃいけないんですけど、わかめスープとブルゴギとなんかチャプチェとか やってましたよ、うん、そうでしょうね。ありがとうございます、はい、今年はなんかそれよりもなんか嬉しい、楽しみにしているのが待ってますね、うん、なんと皆様と久々一緒に誕生日を、ね、久々じゃなくて誕生日ピンポイント初めてかもね。めっちゃビッグ。よく誕生日って韓国でわかめスープ飲む理由って分かりますか。お母さんがすごい血を流して自分の命の危険を、っていうリスクを抱えたままに産むっていうことで、お母さんが子供を産んだ日に鉄分ね、たくさん入っているわかめを食べたことから、うん、韓国は誕生日にわかめスープを飲むということになってて、だからよくね、ちょっと昔の考えかもしれないけど、お母さんになんか感謝の気持ちいないよとか、うん、なんかわかめスープお母さんに飲ませないよとかっていう気持ちを少し引き継いだせいか、まあ高いものではないんですけど、私がケーキをでっかいのを2つ買ってきました。ぜひぜひ食べてください。ということで今回もさまざまな企業さんからいろんな、誕生日の特典いただきました、うん、と本当に私紹介しているいくつかのブランドとかがあるけど、うん、その中で必ず誕生日になるとなんか提案をしてくださる素敵なブランドがありましてですね、どちらかというと今年はボラヘイになってるんですよ。これ見てください。じゃじゃじゃん、ババンババン、ベージックさんですね、うん、もう本当に2022年私が使った中で本当にショックを受けたブランドで、2年もずっと使い続けているブランドです。もう本当に毎日ぴょぴょぎが使っているものはこの中でまずハンドクリーム、うん、そしてシャンプーとスクラブシャンプーとトリートメントとかですね、そういうのも使ってるし、普通の、コスメも普通にすごい使っていて、うん、今このようなセットになってます。でこれがまず結論から言いますと、なんと見たことない数値、これ私のサイト、私のチャンネル以外ではこんな割引できないですよ。まずベージックさん多分知らない方いるから簡単に説明します。皆さんフランスで一番有名なコスメなんですか。ロレアルですよね。ロレアルの出身の方が、作ったブランドで、なんと日
韓傑作なんですよ日本の社長さんと韓国の社長さん、すごいでしょ。そうだから、まずコスメにとても詳しい方が作っているから、オリーブヤングアワード1位だとか、なんか Q10 でなんか販売1位とかっていう、そういう飾りいりません。皆さんになんか新しいの見せないといけないし、あとベージックさんで今回なんかプレゼントなんかしたいからなんか載せてあげるから、だってベージックのところにすごい素敵なモデルさんしか乗らないですよ、ね、オフランスのなんかすごい美人しか乗らないのに大丈夫かなっていう気持ちもあるんだけどあ、分かった。いや写真どうやって撮るみたいな、その気持ちが現れてます。あ、だから大丈夫かな、だから若干目つきこうやってるんですよ、ちょっと。だからいつも撮るとなんか笑顔だとこうやるじゃないですか。普通の気持ちだと多分なんかこういうのとか、あと例えば次はなんかちょっとこう笑ってるみたいな感じだけど、ベージックはそうやるといけない気がして、ちょっとこうやったんですよ。マシックだねなんかちょっとこうなってるみたいな感じです、はい、で、はい、それがなんかなんとなくうまくはできたのかなと思うけど、なんかすごいなスルメイカみたいにちょっと長くなってるね、顔がなんか肌の良さがちゃんとね。お、皆さんこれ肌いじってるように見えるじゃないですか。いや、いじってないです、これ、うん、フラッシュを使ってるんですよ、今ストロボっていうのを使って、本当にベージックを使った後に撮った写真です。で、ここをね皆さん見ると4つのセットがありましてですね、 40% セット、私が一番好きなの皆さん分かりますよね、このシャンプーと、リンスというこのトリートメント2つあるんですよ。これ何がすごいかっていうと、このシャンプーは皆さんなんと、シーソルトが入ってるんですよ。だから海のこうちょっと荒塩みたいなのが途中で入っていて、天然角質取りになるんですよ。で、ここはシリコンが入ってません。で、シリコンが入ってるってどういう意味かっていうと、実際髪にはシリコンっていうのは必要だそうです。必要だけど、まず洗いましょうよっていう概念です。シャンプーはしっかりと洗わないとどうなるかっていうと、ここの中でフッ毛が出てきたり、角質が取れないと炎症を起こしたりとか、私最近頭ちょっと詳しいじゃないですかいろいろやってるので詳しいけど、ちゃんと落とさないと本当に髪もどんどん薄くなって、あとここのボリュームが死んじゃうんですよ。ボリュームが死んだりもするし、実際ね、なんかシャンプー変えると急にフケが出てくる人結構いる。出ますね、なので少なくとも私はごめんなさい、ちょっと値段でいうと、なんて言うんだろうね、1400円未満の、ちょっと薬局で売ってるちょっと安いのはちょっと使いません。ドラッグストアね、皆さんシャンプー使ってるのに、ああ匂いいいみたいな感じだけど、ああすごいサラサラみたいな感じ、洗う時もサラサラするのってシリコン入ってるんですよ。それが何が問題かっていうと、まあ問題ない人ももちろんいっぱいいるけど、たまにそれが背中にも顔にも体にも落ちていくでしょ。だって自分の体を逆さまにしてチャーシューみたいにこうかかってなんか頭洗う人っていないじゃないですか。うん、うん、ただ基本降りてくるの重力によって。そうそう、だから背中がねニキビだらけだ。ダメージ。そう、で背中ニキビだらけの方います。もしくは乾燥がひどい、うん、なんかここだけ乾燥ひどくていつもこうなんかこうやってる人、それシャンプーの可能性が非常に高いですね、うん、あります。そういう方はぜひこのシャンプーで一回流してもらってほしい。なんかすっごいカサカサになるんですよ。でもそれでいいんです。まず洗いましょうっていう概念なので、あと十分洗う、うん、洗った後に何するかっていうと、このトリートメントで、これリアルです。本当にもうほぼないでしょ。ほぼないんですよ。もう何個使ってるんだろう私今まで20セット以上使ってますね、うん、使ってると思う。これは皆さん私このセットとかはもちろんこのように紹介してくれるときプレゼントでいただくものもあるんですが、去年シャンプーだけ私5万円ぐらい買いました、うん、実際買ってるんですよ私ベージックは買ってる。セール期間と自分で買う。あ、自分私どのぐらい買ってるのかっていうと、本当にこのぐらいのでっかい段ボールが来て、みんなでも本当に好きだから自分も使うし、家にも置いて会社にも置いて周りのスタッフさんにもプレゼントするぐらい、とても好きですね。でこれを1回使うともう3分の1ぐらいしか残ってないと、もう次のやつを隣に置くぐらいですよ私。隣に置いて使うぐらい、もうなくなるのがトラウマみたいな感じです本当に。だからもう旅行先出張先とかにも持っていくのがもうベージックのシャンプーと、まあトリートメント持っていくんですが、これが一つ一つ買おうとしたら高いんですよ。5000円ぐらいで2つ買ったら1万円みたいなもんなんですよ。そのぐらいめちゃめちゃいい成分だけが入っている。でも量はたっぷり入ってるからいいんですけどね。これシャンプーだけで 250g 入ってるからすごい入ってるんですが、これが 40% なんで、この2つが6000円台で買えると。いや、これは奇跡です。これ社長さん知ってる？いや、わかんない。2月末までとか、なんか1週間だけなんですよこのコラボが。だから皆さんこうお早めに、ね、ちょっと見てみてください。これ結構買い、この値段だと本当になんか商売とかじゃなくて10セットとか買います私は。これはすごい安いんで、
年末のなんかセールよりも大きい、ね、うん、見たことないです。これはとても大きい。でこれだけじゃないです。このセットが、とてもいいなと思って、これ本当にプレゼントとしてもいい値段ですよね、うん、6000円ぐらいだともらっても嬉しいし、うん、買おうとする人も結構リーズナブルな値段で、買えるのかなというふうに思います。その次がスペシャルフェイスセットっていうのがあって、これがまあ普通の皆さんコスメ業界でよく見られる3つのセットラインナップって言いますよね。よく言うじゃないですか、トーナーセラム、クリームみたいな。でその概念もオフランスなんですよ。この3つでこれがトナに見えるじゃないですか。トナっていうとお水じゃないですか。これの名前何か分かります？これエッセンスです。エッセンスね。一発目からエッセンスが入ります、うん、でこの色が皆さん色素だと思うでしょ。これサンゴを溶かした天然色です。サンゴの成分ですよこれ、うん、サンゴが入ってるからこの色で、これね皆さん日当たりいいところに適当にこう直射日光に置くじゃないですか。これ真っ白になります。色が消えちゃう、うん、だからこれ本当に保管に気をつけた方が良くて早く使った方がいいです、うんね、あと観光でよくねトナーを7回連続塗って、肌の保湿を維持するみたいな、そういうのが流行った時に私はこれでやってましたから、めちゃめちゃいいです。これトナーなんですがペプチドがめちゃめちゃ入ってます。ペプチドがたくさん入ってると何がいいかっていうと、肌がとても元気になって、もうすでにだからこの段階から肌に必要なものはもうほぼ入ってるって感じです。でペプチドはこうやって塗ったり、皆さんこうやって塗ったりするじゃないですか、顔にこうやって塗ったりすると思うけど、ペプチド一番入るのは皆さんマッサージするように手全体に濡らして、このようにマッサージ、これは一番入ります。このように気持ちいいですよね。これによってね吸収率が変わるって全然違います、うん、本当にこうやって使います。でこの次またセラムだ何かとかでこう栄養を入れるじゃないですか。でそれが無駄な栄養が入ってる場合が結構多いんですよ、うん、結構ねいいものだけを使ってるのに肌汚い方いませんか。いるんですよ。その理由がこいつはこれがいいって言うからこれを買う、こいつはこれがいいからこれを買う、クリームは何がいいかレチノールがなんちゃらなんかナイアシンアミドがなんちゃらとか買うんですよ。そうやって使うとバグっちゃうんですよ。ブランドごとでラインナップを形成する理由もそれがあって、すでにここでとてもいい栄養がたくさん入るから次は何ですか。すごい簡単に言うと肌に必要なのが2つは必ず必要なんですよ。保湿、その次何ですか、紫外線防止、この2つです。で保湿が必要なんですよ。これを栄養を入れたのに水分持ってかれたらもったいないんじゃないですか、うんうん、保湿のために必要なのが何ですか。皆さん乾燥したらワセリン塗りますよね。そのように油分が必要なんですよ。でも油分だけっていうとなぜか売りにくい。だからいろんな成分を一切ガス入れてセラム作ってスキンブースター作って、その次使うのがルーセントオイルですね、うん、これは本当にオイルだけになってます。これオイルなんですが、いろんなオイルが入ってて、美容オイル成分は皆さん今回は誕生日っていうのもあるし、皆さん自分で調べてみてください。これこのオイルが2滴3滴こうやって使うんですよ。これこのまま気になるところに塗ってもいいんですけど、うんうん、これファンデの上に、もしくは皆様が使っているパフの上に、あとはクリームの上に 2,3 滴垂らして使うとより吸収力もいいのに保湿力が増します、ね、で私はこれどの段階で使うかっていうと、よくこのクリームに混ぜます。これどこで習ったかっていうと、韓国でとても有名なメイクショップがあって、私そこでちょっとメイクしてもらったんですよ。アイドルメイクをこの間、ね、してもらったら、うん、なんとベイジックさん使ってたから、うん、しかもこれこうやって混ぜて使ってたのね。でこのクリームねこうやって使うんですけど、このクリームの使い方を教えます。これ本当に保湿に良くてベタつかないし、塗った瞬間は結構白くなるから時間はかかります。吸収は結構時間はかかるけどめっちゃいいです。オイルってあるじゃないですか、ここに混ぜます。こうやって、うん、最初は混ざんねえじゃんってなっても、こうやってこうずっとやると、うん、このなんかラドみたいに溶けていくんですよでこれを私はどうやって使うかって見せますね。これ結構もったいないからここで使うっていうのあるけど、私ムラができちゃうんですよ、うん、だからこれどうやってちょっと多めにして、これを私はこうやって使います。こうやって手にで、これでまたこうやって塗りながらこうやって使っていくと匂いめっちゃいいし、今わざとここやってないんですよ、うん、ここやってないんですよ。別にメイクはしてないけど塗ってるから。でこれ結構塗りすぎでも私は好きです。このオイルの説明にみずみずしいっていう言葉あったんですけど、まさにそれです、うん、このオイルはとてもいいですよ本当に。オイルなのにみずみずしいって想像しがたいじゃないですか。オイルの概念を変えてくれました。じゃあ簡単に言いますね、うん、こう手のひらを見るとオイルなんですよ。これとってもよくて、ぴょぴょぎもこれ使ってるんですね。
うん、だからあの本当に保湿を気にする方、うん、あとこうやってあのオイルが別であるブランドって基本的に上級者向けです結構。そうだよね、うん、なので結構あの美容とかこだわりのある方は使っていいのかなっていうことですね、うん、このセットがあります。この3つが、まあ、あの基本的なのベージックのシグニチャーなのかな。ラインナップにシートマスクも入ってるんですよ。開けてみましょう。あのベージックはこの概念、このブランドを買ってるイメージがね、すごいよね。あとここに皆さん書いてあるんですけど、ルミナスハイドレーティングシーツマスクなんですが、これ見てください。46っていう数字が書いてるんですよ。これどういう数字かっていうと、なんとこの中に入ってる成分の数字です。このマスクシート何がいいかっていうと、うん、またこれはあの肌思いがすごいです。不織布になっているものが結構多いんですよ。安物顔につけた瞬間にその中で見えない毛が全部穴を防ぎます。入っちゃうんですよ。なので私は基本的にシートマスクは不織布で作ったものはあんまり使わないけど、使った後に洗っちゃうんだよねやっぱり。だからそういうのがなくすために、でも私は結構シートマスクはちょっと高いのを使います。あとサンスクリーンなんですが、じゃじゃん、まずビーガンなんですよ。ビーガンであの植物成分だけのやつなのに、これってあの50プラスなんですよ ね。あの遮断力がすごい強くて、じゃあ強いからじゃあ結構ごっついのかなと思うじゃないですか。これどのぐらいサラサラするかっていうと、あと分かりますこの音、もうすでに結構な塗りやすい感じで結構 みずみずしく出てくるんですよ、ね、見てください見てください、ないです。白いのが残らないんですよ。普通のクリームよりも軽いです。これだけじゃないんだよね、皆様にいつも、紹介をしているあのネイチャカンっていうブランドで、ヨーロッパ三大サプリっていうか、うん、あのプロテインでとても有名なブランドです、うん、特にあのうちのお母さん、そしてあのお父さんにも今紹介をしたりとかしているものがたくさんあってですね、特に皆様におすすめしたいのは、まあ、GU ハイト、グルタチオンですね。皆さんの肌がまあ白くなるっていうよりは自分の肌で一番明るい色になると、うん、ターンオーバーしていて明るくなるのですごいいいのと、あとプロテインありますよね。ここのプロテインのいいところはトロピカルの味がめちゃめちゃ多いので、皆さん多分バニラ味だとかイチゴとか飽きたと思うんですよ、うん、チョコとか、うん、まあ美味しければいいんですけど、物自体が吸収力も違うし、めちゃめちゃいいやつで作ってるので吸収力が違うのね。で今回すごいのが出てきて、私皆様に絶対紹介したいなと思ったのが、ネイチャカンのビューティーラインが出たんですよ。これはやっちまったです。やっちまったんですよ。これね、コラゲンペプチドです。これ味めっちゃ美味しいです、うん、お酒のみかんサワーとして作って食べたいぐらい。このコラゲンっていうのはどんだけ分解をして小さい粒子に作ったのかっていうのが大事になってるんですが、そのコラゲンペプチドが出てきてるから、ね、皆さんだからもうダイエットをされる方はもう本当にこのコップ一杯とかでも使って1日1杯でいいんだもんね。誕生日ということで今もうほぼ原価に近いぐらいの、だから割引あんまりしないできない状況だけど 15% 割引ができます今ね。皆さんもしあの必要なものがある方は、ね、このチャンスで見るのもいいのかな。あの、まあ、誕生日の期間なんで、これも期間はちょっと短くて、このクーポンも忘れずに皆さんもこれ見てみてください、またあるんですよ。あのうちの、オンラインショップでもちょっとイベントをやらないとね、自腹で用意しましたこれは案件じゃありません、自腹で用意をしましたと、ルアボってですね、これバスデーの限定で、私が今一番愛用しているファンデーです。でファンデの色が皆さんのニーズに合わせて3色今仕入れをしています。これは、アワード1位を取ったこともあって、この間あの日本のビューティーの展示会にも出てました。でララクララはとてもカバー力が良くて持続力も良く塗りやすい、そして色を混ぜて使えるようにこのようなパレットがあるんですよ。このパレットの上に皆さん、私先ほど言ったルセントオイルを2滴3滴を垂らして使うことによってファンでも潤う、そして塗りやすい、パフで塗っても自分の手で塗ってもブラシ筆で塗ってもいいようなこのパレット使いやすい。ルセントオイルの定価が 16,700円なんですが、これがだいたい 20% ぐらい割引なんですかね。これが今1万3000円台で、購入ができます、皆さんも必要なもの、あ絶対もういいものだという、あの自信はあるので、使ってみるのもいいのかな、そしてこれを皆さん今回購入すると、今まで見たことないプレゼントが、この写真なんかこう無料案内所とかでなんかビラ配りでなんか出してるものじゃないです。これあの私です。これ私このプロジェクトは何ですか。あこれはハロプロジェクト、ちょっとハロプロ、ハラボジプロジェクトじゃなくてハロプロジェクトみたいにちょっと気づいた方いるかもしれないけど、ちょっとアイドルの写真ちょっと撮ってみました。撮ってみ
たので、それを今はがきに綺麗に今印刷して焼いたものを買ってくれた方にプレゼントをします。ちょっとこういう感じの私の写真があったり、衣装はこういうのがあったり、本当にアイドルですね。アイドルが着るものです。これすごくきらびやかな、うん、ちょっとこういうもうマイクもついてます。こういうジョンゴキっぽくで、これパッと見パッと見ジョンゴキっぽいでしょ。自分で言うパッと見 JK ジョンゴキじゃん。ここちょっとちゃんとはちょっとこれ買ってる方に限定でちょっとお渡しする予定なんで、ちゃんとはちょっとあれなんですけど、これ全て私のサイン入り。じゃあここまでにしようかな。じゃあ今日は見てくださった方ありがとうございます。また誕生日の時にペンの皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。감사합니다。